はメロチメロだよ。飽きたんだよ。はい、今回はチメロのバスタイムルーティーン。以前インスタでみんなにね、ルーティーンとかのことについてね質問したら、結構まあいろんなねルーティーンを見たいっていうことでリクエストをいただいたんで、はい、今回はバスタイムルーティーンを撮っていこうかなと思います。1位がね、普段お風呂で何をしているのか、あれだろ、あんなことやこんなことしてるんで一人で入るんだけどね。ちょっとリアルさに欠けちゃうんだけど、ちょっとT シャツとショーパンだけ着用した上でいつものようにお風呂タイムを過ごそうかなっていう。うるさいからさ、本当に見えるじゃん、だって誰得なの、ね、誰得嫌なの、嫌だよはい、ということでそれではバスタイムルーティーンスタート。風呂に持っていくものはあれかな、まあ、携帯かな、携帯は絶対持っていく。では、レッツラバシュルいやなんで画角かな。めっちゃ面白い。ここからがもう個人のね時間。メロチはね、基本的にはまあ SNS 巡りしたり、まあ、YouTube 見たり、ネタ探ししたり、ゲームしたり、音楽も聴いてるし、あとあれもしてるじゃん。コメントのいいねもしてるじゃん。ああそうだね、うん、みんなのコメント見てるよ。プロでだいたいね、まあ10分から15分くらい。そうだね、使ってるかな。俺は5分くらいかな登れちゃうから。メロちゃん、このぼーっとしてる時間もやっぱ主婦だから有効活用すべく時間を、楽天スーパーポイントスクリーンを使ってポイントをね貯めちゃってるんだよね。それは何なの？これはね、お小遣いアプリです。なんなら前姫ちゃんとファッションショーの動画を出した時にもね紹介したんだけど、隙間時間で簡単にポイントが貯められるアプリです。有効活用できるね。そう、今回ねまたまたご提供いただきました。アプリの中にこうやってないろんな広告が載っとるんやけど、このな右下のこういう P1 とかあるボタンを押せば、ほらこういう感じでなポイントがたまるんさ。これめっちゃ楽やし、手間もかからへんし、隙間時間でなチュチュってポイントが貯めれちゃうよね。このポイント楽天スーパーポイントって言うんやけど、楽天市場で使えるんはもちろんなんやけど、マックとかミスドとかくら寿司とかいろんな店でも使えるんやで。普段よく行く店でポイントが使えるのはめっちゃお得やんな。頭から洗ってくよ。うちはね、イズノ使ってます。これめっちゃいい匂いだよな。トリートメント長続きするからね、香りがね。なんかちょっともうちょっと CM っぽくさ、そしてトリートメント、いつものトリートメント。髪の毛なんかどうしたらサラサラになりますかみたいな質問がよくあるけど、髪の毛のサラサラを保つ秘訣としては、トリートメントの時にも髪溶かすし、髪の毛を乾かす時にも溶かす。そしたら割と髪サラサラだよ。俺溶かさないよ。だからなんかタワシみたいな髪やん。はい、髪の毛は完了したんでお団子にして上にあげちゃいます。第一形態、うん、しっかりさ落とさないとメイクはね、ほらお肌のあれの原因になっちゃうからさ、何回もさ何回もさ洗うよ、目の下。放送事故だね。顔やばい。メイク落としが終わったら、メルチは1週間
に2回、3回ぐらいこのね洗い流し用ジェルビューティーアクアピーリングジェルプラスっていうのをやって毛穴のね汚れをね落とします。着ない日はもうこのマシュマロホイップでも洗顔結構ねちょいちょい変えるんだよね。今はマシュマロホイップ。はい、この辺りでアキタンに聖書交代をします。ふーちゃんやばいって。俺いつも基本的に化粧してる日はメイクから落としていきます。パーフェクトビオレオイル隠して隠して、着てみと隠して。バイブルちゃん倍上これマッサージながらこうやって。あーお肉すごいね。でこのタイミングで頭を持ち上がってる。上から流すことによって顔のクレンジングを一緒に流る。で一石二鳥。おシャンプーも早いんだけどね、髪がないからほぼ。でこうやってちゃんと終わったら水を絞んね、軽くね。ないけど水を絞った上でトリートメント、こう揉み込むようにね。トリートメントはシャンプーとは違ってガサガサやってもあんまりね意味ないから。オーケー。これは大体シャンプーとか全部終わってから顔を洗う。顔の面積が割と広いから頼むよこれ。もう一回しだからすぐなくなるのか。それアキタの使う量が多いんや、面積広いから。なんやろ、普段見とる光景やけど改めて見るとマジブスやん。に入りたいと思います。なんかおしゃれにこんなボディソープ使ってますってやりたいんやけど、全然固形石鹸なんだよね。しかも普通のなんか普通の固形石鹸、牛さんが書いてるような固形石鹸やろ。ボディソープさ、結構洗って流した後ヌメヌメするやつ、あれがすごく嫌で、あ、石鹸を泡いぶっぱい出てて、それで洗うの。アキタンはね、アキタンっていうかアキタンと子供たちはこれこの中にボディーソープが詰まってる。ここからはお風呂後のね、うん、ケアかな。ケアだね。まあ基本俺はひげ抜くんだけどね、タオルで水分を取りの。ここからはタオルをこうやってしてね、まあ、巻いちゃって、こうやってやってる間にもタオルさんがいっぱい水を吸収してくれるから。一石二鳥。この間ルーティーンの動画撮った時はファンケルの化粧水使ってたけど、最近のねお気に入りがね、コーセーかな、これ、これ薬用シワ改善化粧水と乳液なの。笑いじわっていうの、シワがさ気になっちゃって。でこれなんか次の日もね、お肌がねツルツルというかモチモチというかね、お肌がすごくね調子がね良かったからね、大きいのも買っちゃいました。じゃあ秋田もお肌のパチパチやろうかな。この間のなんだっけ、あれアイムルーティーンか、アイムルーティーン、なんかなんかのそうナイトルーティーンで紹介したけど、これねアベンノートはめっちゃいいよ。あ、もうこれ一振り。あとこの後にまあ乳液とかもう保湿液か塗って終わりかな。基本秋田ドライヤーしないんでね、
そうなの、秋田は自然乾燥なんだよね、うん、あ、そうそう、そういえばさっきさ言い忘れたから補足ね、補足。なんでも今ネットでコツコツポイントを貯めるポイ活が流行ってるらしいよ。ポイ活？この楽天スーパーポイントスクリーンも今年200万ダウンロードをね達成したそうです。すごい、すごい。そして今総額100万ポイント山分けキャンペーンを開催中だそうです。条件を満たしてれば最大100万ポイントを山分けゲットできるということで、すげえ、めっちゃお得な期間なので皆さんぜひ楽天スーパーポイントスクリーンをダウンロードしてポイントをたくさんゲットしてみてください。イエイ。詳細は概要欄に書いてあるのでチェックしてみてくださいって感じで、あとはね、まあ髪を乾かして終わり。うん、そうそうそう、ちゃんとこれ髪乾かして研いで乾かして研いでってするのが髪をサラサラを保つ秘訣です。特にないよね、なんかこれといってそんな変わったことしてますとかないよね。別にだって俺らナイトルーティンもそうだもん。うん、ブスの顔さらすだけだこれ。いや普通にしたらブスじゃないんだよ。あ、クレンジングの顔がないんじゃないかって。まあこんな感じでまたなんかね、こういうルーティーン撮ってよって言うんだったらね、コメントを残しておいてくれれば、またコメント見ながらいいねいいねいいねってしながら、なるほどね、これを撮ればいいんだねっていう参考にするんで、コメントにも残しておいてください。はい、って感じで、よかったらチャンネル登録と高評価よろめろ。バイバーイ。バイバーイ。